第7代、ラトランド公爵ジョン・ジェームズ・ロバート・マナーズは、イギリスの貴族、政治家。ビクトリア長期の保守党の政治家であり、若手議員の頃には、ディズレーリラと共に、ヤングイングランドを結成して、封建主義的、反自由主義的活動を行った。自由主義的な保守党党首ピールが党を去った後、保守党政権下で、閣僚職を歴任した。 兄チャールズからラトランド公爵位を継承する1888年、以前はジョン・マナーズ教の儀礼称号を使用していた。1818 18年12月13日にイングランドのレスターシャーにあるラトランド公爵家の居匠をビーバー城に生まれる。父は第5代ラトランド公爵ジョン・マナーズ、母はその夫人で第5代カーライル伯爵フレデリック・ハワードの娘エリザベス。 ジョンは、夫妻の四男であり、長兄と時兄は創生しているが、三兄に保守党の庶民委院員院内総務を務めた後に、第六代、ラトランド公爵を継承するチャールズがいる。また、マッテイのジョージも政治家で、20年以上にわたって、保守党所属庶民委員を務めた。イートンカレッジを経て、ケンブリッジ大学トリニティカレッジで学び、1839年に修士号を取得。 その後、リンカーン放送院員に入学。1841年、ノッティンガムシャー州ニューワーク選挙区に保守党から立候補して、ウィリアム・グラッドストンと共に当選、1847年まで務めた。その後、1850年から1857年まで、エセックス州コルチェスター選挙区選出の、 1857年から1885年まで北レスターシャー州選挙区選出の1885年から就職により貴族院へ移る1888年までレスターシャー州メルトン選挙区選出の庶民院議員。所属政党は保守党だったが議員生活の初めの頃には1841年イギリス総選挙で初当選した同期のベンジャミン・ディーズ・レイリ。 ジョージス・マイズ、アレグザンダー・ベイリー・コクランダと共に、党内反執行部グループ、ヤング・イングランドを形成していた。ヤング・イングランドは1843年から、保守党党首である、ピール首相に公然と反抗するようになった。当時、ピールを応援していた、ビクトリア女王からも睨まれるようになり、1844年に、女王は、ラトランド公爵に対して、息子を、 もっとしっかり監督するよう圧力をかけている。1844年にはディズレイリと共に工業地帯を視察した。ディズレイリはこの体験をもとに格差問題を解く政治小説カニングスビー・シビルを執筆している。シビルに登場するエグレモントやディズレイリ晩年の小説エンディミオンに登場するワンダーシェアの思想はジョン・マナーズ教のそれに基づいている。 また彼は、同年アシュリー教の主導で提出された、工場法改正案にも、積極的に賛成した。同案はこの時は、廃案となるが、1847年に、1847年工場法、として成立した。保守党は1846年に、穀物法損廃をめぐって分裂し、ディズレールやヤングイングランドの穀物法廃止反対運動により、ピール内閣は、 穀物法廃止と引き換えに総辞職を余儀なくされ、穀物自由貿易を支持する保守党議員は分党した。マナーズやスマイズが1845年のマヌス・グラント法案へ賛成したことで、ヤングイングランドに発生していた亀裂は、この時スマイズがピールに従ったことで決定的となった。保守党に残ったジョン・マナーズ教は党内の主流派となり、 1852年中に成立した保守党政権の第一次ダービー伯爵内閣に建設長官として初入閣している。また1858年から1859年に成立した第二次ダービー伯爵内閣、1866年から1868年に成立した第三次ダービー伯爵内閣とこれに続く第一次ディズレーリ内閣においても、 同じポストで入閣している。1874年から1880年の第二次、ディズレーリ内閣には、優政長官として入閣し、1880年には、バスクンショーナイトグランドクロスを受訓している。1885年から1886年の第一次ソールズベリー公爵内閣にも、優政長官として入閣した。 1886年から1892年の第二次ソールズベリー公爵内閣には、ランカスター公領大臣として入閣した。1888年3月に、子供のない兄チャールズが死去し、第7代ラトランド公爵位を継承、貴族院議員に転じる。1891年に、ガーター勲章勲爵士を受勲し、1896年には、 新たに連合王国貴族の爵位、カウンティ・オブ・レスターにおけるビーバーのルース男爵を与えられた。ランカスタ公領大臣を退任した1892年をもって彼の閣僚としてのキャリアは終わったが、以後も政治への興味を持ち続けた。1903年にはジョゼフ・チェンバレンが提唱した帝国特権関税制度に対して支持を表明している。 1906年8月4日に、ビーバー城で死去し、同地に葬られた。1869年11月20日のバニティフェア史に描かれた似顔絵。カルロ・ペリグリーに、ロマン・トーリー主義者として知られ、復古主義者であった。ますます高まっていく、自由主義的、合理的思考の風潮に反対していた。封建主義社会を理想としており、兄に宛てた手紙の中で、 封険制度は未だ政府向きほど完全に機能したことはない。身も心も一人の人間に絶対的に委ねる。そうした社会を私は少しも悪い状態の社会だとは思わないと述べている。宗教面でも宗教改革以前の純粋で腐敗のない宗教に復古することを目指すオックスフォード運動のフレデリック・ウィリアム・フェーバーに強い影響を受けていた。 芸術分野でもゴシック様式を復活させることに熱心であった。1851年にキャサリン・マーレイと結婚し、彼女との間に第8代ラトランド公爵となる長男ヘンリーを設けた。1854年にキャサリンと死別し、1862年にはジャネッタ・ヒューアンと再婚。彼女との間に三男数ズメを設けている。